こんにちは、はるです。今回は Excel の操作画面をフル活用して業務効率を格段に上げていく方法を演習していきます。実務においては一つの画面に収まりきれないほど膨大な情報量のデータを閲覧加工したり、別のシートや別のファイルを参照しながら入力作業や表計算を行うことがよくありますよね。デバイス自体の画面サイズが限られているので、狭いウィンドウの中でワークシート上を何度も往復したり、ファイル同士を切り替えながら行ったり来たりしていると非常に手間がかかってしまいます。そこで今回はウィンドウの表示をアレンジしながらサクサクと作業を行う方法をご紹介していきます。操作画面を見やすく配置したり、上手に活用するテクニックを押さえておけば、日々のルーティンワークをよりスムーズに進めていただけますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルではビジネスの現場や人生に役立つ Excel スキルをより実践的なサンプルを用いて演習しています。有益なスキル講座を見逃したくないという方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それでは早速テンポよくやっていきましょう。まずはじめにウィンドウ枠の固定です。例えば特定の会員の情報を閲覧しようと右の方にスクロールしていくと、途中から名前の列が見切れてしまってどの会員の情報なのかがわからなくなってしまいますよね。また下の方にスクロールしていくと、今度は見出しも見切れてしまって何の情報が掲載されているのかすらわからなくなってしまいます。そんな時は固定したい列また固定したい行の右下に位置するセル、今回の場合は D4 セルをアクティブにした状態でリボンの表示タブを開きます。続けてこの中にあるウィンドウ枠の固定のアイコンをクリックします。そして開かれたリストからウィンドウ枠の固定を選択すると、このように指定した列また行が固定された状態でスクロールすることができます。今回のサンプルのように縦にも横にも情報量が多いデータベースを扱う際は見出しの行や項目の列を固定しておくと便利です。なおウィンドウ枠が固定されている状態でウィンドウ枠の固定のアイコンをクリックすると解除が選択できるようになっていますので、これを指定すれば固定は解除されます。それでは続けてウィンドウの分割です。再度 D4 セルをアクティブにした状態で表示タブにある分割のアイコンをクリックします。するとアクティブにしていたセルを起点にウィンドウが十字のパーテーションで4箇所に区切られました。このパーテーションはマウスで掴んで移動させることができます。全体が見やすい位置に配置しておけば、同じワークシート内の離れたところにある情報を閲覧したり見比べたりすることができます。そして再度分割のアイコンをクリックすればウィンドウの分割は解除されます。それでは次にウィンドウの整列をやっていきます。現在表示されている Excel ファイルに加えてもう一つ開かれている状態で表示タブにある整列のアイコンをクリックします。するとウィンドウの整列の仕方が選択できる画面が出てきますので、今回はデフォルトで選ばれている左右に並べて表示を指定した状態で最後に OK ボタンで実行しましょう。すると2つの Excel ファイルがきれいに並んで表示されました。実務においては片方のファイルに掲載されている情報をもとにもう一方のファイルで表計算をしたり入力作業を行うことがよく発生しますよね。そんな時にこのウィンドウの整列は大変有効です。ちなみに2つのウィンドウを上下に並べて表示するとこんなイメージです。並べる方向はシチュエーションによって使い分けていきましょう。なおどちらか一方のウィンドウを最大化するとウィンドウの整列は解除されます。それでは続けて新しいウィンドウを開いていきます。試しに表示タブにある新しいウィンドウを開くアイコンをクリックします。するとサンプルの2ということで、さっきまで開いていたサンプルのファイルが2つのウィンドウに分身しました。早速さっき演習した整列のアイコンから左右に並べて表示を実行してみます。これによって同一のファイルを2つの画面に分けて表示することができます。この新しいウィンドウのいいところは、片方は1枚目のシートのデータ、もう片方は2枚目のシートのデータというように同じファイル内に存在する異なるシートの情報を見比べながら作業を進めることが可能です。なおこの2つ目の画面は全く別のファイルを新たに立ち上げたわけではなく、あくまで元のファイルの分身が表示されているだけなので、例えば2つ目のウィンドウに OK とインプットすると元のファイルの該当のシートにしっかりと更新内容が反映されます。この新しいウィンドウとウィンドウの整列を組み合わせれば、シート間をいちいち移動することなく、より効率的に作業を進めることができますよね。それでは最後にワークシート上の作業エリアを最大限広げていく方法をご紹介していきます。手始めに行と列の見出しと数式バーについては、表示タブにある表示のカテゴリーから数式バーと見出しのチェックを外せば、それぞれの要素を非表示にすることができます。続けて上下と左右のスクロールバー、さらにはシートの見出しです。リボンのファイルタブを開いて下の方にあるオプションを選択します。すると Excel のオプションメニューが開きますので、詳細設定を選択してこの中から次のブックで作業する時の表示設定にアクセスします。そして水平スクロールバー、垂直スクロールバー、シート見出しのチェックを外して最後に右下の OK ボタンで実行すれば、上下左右のスクロールバーとシートの見出しも非表示になりました。
ここで余談ですが、第三者から受け取ったファイルを開くとシートの見出しが消えていることが稀にありますよね。そんな時は今実行した手順でオプションの詳細設定メニューから該当のチェックボックスにチェックを入れて再表示していきましょう。続いてリボンのコマンドエリアも非表示にしていきます。どのタブでもいいのでマウスカーソルを合わせたらダブルクリックしましょう。これによって各タブだけが残ります。そしてワークシート右上にあるこの矢印のマークをクリックするとリボンの表示オプションが開かれますので、リボンを自動的に非表示に設定すれば各タブやクイックアクセスツールバーも非表示となります。こうすることでワークシート上の作業画面をここまで最大化することができます。画面上部に表示されている白いバーをクリックすれば再度タブやコマンドが現れますので、リボンの表示オプションからタブとコマンドの表示を設定すればワークシートの上部にタブやコマンドが固定された状態を保つことができます。またこれまで非表示にしてきた各アイテムも同じ手順でチェックしていけば再度表示することができます。シチュエーションに合わせてお好みで設定していきましょう。さて、ここまでウィンドウの表示をアレンジするテクニックを大きく5つご紹介してきました。中でもウィンドウ枠の固定とウィンドウの整列、特に左右に並べて表示は実務における使用頻度の高いエッセンスですので、ショートカットキーも合わせて覚えておきましょう。ウィンドウ枠の固定については起点となるセルをアクティブにした状態でキーボードの Alt W FF と順番に押していきます。そうすることで選択したセルの左の列と上の行が固定された状態でワークシート上をスクロールすることができます。またウィンドウ枠が固定されている状態で再度 Alt WFF を押すと固定を解除することができます。続けてウィンドウの整列については、複数のウィンドウが開かれている状態でここでキーボードの Alt WAV を押しましょう。これによってウィンドウの整列メニューで左右に並べて表示が選択された状態になりますので、最後に Enter キーで実行すれば2つのウィンドウを左右に整列することができます。なお、ショートカットキーがなかなか覚えられないという場合は、クイックアクセスツールバーにあらかじめ登録しておくことをお勧めします。ワークシート左上の下向き三角のアイコンがクイックアクセスツールバーのユーザー設定メニューとなりますので、こちらを一度クリックして、その他のコマンドを選択します。続けて開かれたメニューにコマンドの選択というリストがありますので、こちらを開いてリストから表示タブを選択します。これによって表示タブに存在するコマンドを選択できるようになりますので、まずはウィンドウ枠の固定を指定して真ん中の追加ボタンを押しましょう。続いて下の方にスクロールしてこちらの整列も合わせて登録しておきます。そして左側に今回追加したコマンドがエントリーされたことを確認したら、最後に右下の OK ボタンで実行します。これによって指定のコマンドを素早く呼び出せるようになります。試しにこちらのウィンドウ枠の固定を選択して、開かれたリストから再度ウィンドウ枠の固定をクリックすると簡単に実行することができます。ショートカットキーがなかなか覚えられないという場合に活用していきましょう。以上のように今回は Excel の操作画面をフル活用して業務効率を格段に上げていく方法をご紹介しました。ウィンドウの表示をアレンジしたり、操作画面を見やすく配置するテクニックを押さえておけば、日々のルーティンワークをサクサクとよりスムーズに進めていただけます。また最後におまけですが、お使いのパソコンと外部モニターを接続したデュアルディスプレイ環境もおすすめです。これによって一度に表示できる画面領域が拡張されるので、一つ一つのウィンドウが占める割合が増えて、スクロールや画面切り替えの回数が格段に減っていきます。視線の移動だけで情報を閲覧したり見比べたりすることができますので、毎日の作業効率が 40% 以上向上するという研究結果もあるようです。パソコンとモニターの拡張設定方法やディスプレイ間でウィンドウを瞬間的に移動させるショートカットキーをご紹介した講座もございますので、よければチェックしてみてください。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。本日の講座は以上です。